どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。このパーティーが強いっていうのを教えてもらったんですよね。ナーマとマーラパーティー。ナーマ、マーラ。まあ、見た目はもう最高のパーティーになるんではないでしょうか。何が強いかっていうと、ナーマの専用スキル。歓喜への誘いですね。これがものすごい高い確率で魅了をつけます。これものすごい確率なんですよ。で、それプラス、マーラのマラマラダンスですね。これが魅了がついてる時に非常に高い確率で瀕死にするっていう技なんですけども、このコンボがとにかくやばいらしい。ただし、マーラがね、まだ育成が中途半端。いや、ほぼほぼ育成してないんですよ。若干運を上げたぐらい。これでしっかり決まるかはわかりませんけども、まあ、とにかく強いらしいので、使ってみましょう。見た目最高だな。では、行きましょうか。多分決まるとは思うんですけどね。まあまあ、魅了はね、確実に決まるよ。関係の誘いはもう間違いなく決まるでしょう。うん、これはねもうほぼ 100% 決まるんで、雑魚的だったらね楽勝なんですよ。でマラマラダンスどうだ、効いてるマラマラダンス効くすごい。これ AP 関係ないからすごいね。うん、まあまあステータス今上げてるんですけども、これステータス上げなくても夢のようなこれ決まっちゃうよ絶対。だってマーラステータス上げてないもん。それで思いっきり決まるから、いやこれすごいね。もう一回もう一回、やば、このコンボはちょっと反則じゃないかっていうぐらい強いかもしれない。これでも効く、効いてる、このコンボやば。ちょっとボスにもやってみましょうか。ボスはね、まあ 50% ぐらいなんですよね、魅了がつくのって。おっしゃ、効いた効いた。倒せる、これいけるの、さすがにボス無理でしょ。ああやべえ、ボスを即死させるのはちょっと難しいよ。ボスはさすがにそれは無理だわ。ボスに引いちゃったらさすがにね、どうしようもないん でこういうね雑魚的だったら全然余裕なわけですよ。あ、いやそうでもないぞそうでもない。まあ一応ボス扱いだからそういうことか。効くには効くけども、なるほどね。ちょっとレベルが高いやつに関しては効かないこともあるんだ。でもマーラまだ育成してないからね。これで、あ、こいつは効かないわ、効かなかった。うん、魅了が効かない。マーラの幸運を999にすれば、いやもう間違いなく効くようになるでしょう。あ、これちょっとね、マーラ育成しよう。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。ナーマとマーラのパーティー使ってみましたけども、これ強いですね、むちゃくちゃいい。ボスにはさすがに、効かなかったんですけども、雑魚敵に対してはめちゃくちゃ有効です。歓喜への誘いを使った後にマラマラダンスですね。でこれ絶対運が999になったらほぼ 100% 決まるようになるんじゃないですか。いやこれはねこのパーティーは素晴らしかった。これはねぜひ使ってほしい感じですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。